初級者から脱却するのにはアップス&ダウンは必要ですよね。はい、人道場 YouTube チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、アップス&ダウン、スピードをつけるとか速い波を抜けるのに必須のテクニックですね。これを今回は解説していきます。アップス&ダウンなんですけど、主にはショートボード、まあ、ミッドレングスもたまに使いますね。で、ロングボードはね、ウォーキングして前の方でトリムスタンスで加速していけるんで、あまりアップス&ダウンは使わないかな。主にショートボーダー、ミッドレングスの方、速い波を抜ける、スピードをつける、やり方、方法、注意点、あと NG パターンなんかを解説していきたいと思います。最後までご視聴ください。シチュエーション的には、速い波を抜けるときにはアップスダウン必ず必要になります。何をやってるかっていうと、滑る場所はね、波の半分から上、ここで上方向にサーフボードを持ってきます。今度は次は下る方向に持ってきますって、これを波の中間から上ぐらいのセクションで、繰り返すことがアップスダウンになるんですね。で、やり方としては、単純にボトムターンとトップターンを繰り返すって言われても難しいですよね。だからね、最初にね、ボトムターンとトップターンは必ずマスターした方がいい。これができないのにアップスはなかなか上手にはできません。だからまずアップスはボトムターンとトップターンの連続ってことを理解してください。で、先ほども言ったんだけど、滑る場所、どこを滑ってるのって、波の半分より上、ここは意識で、これね、普通にボトムの下の方と上だったらトップターン、ボトムターンなんだ。速い波ってね、これができないセクションがあるんですよ。だから崩れる、ブレイクが速い時は波の中間からトップの間ね、波のフェイスに対して真ん中から上を滑りましょうってことなんで、リズム、そのボトムターン、トップターン、上に上がる、落とす、上に上がる、落とすのリズムは細かくなります。で、頭ぐらいだったらその半分なんで、まだまだ余裕があるんですけど、ちょっと緩やかなイメージ。でもね、膝腰の小波で真ん中から上だけっていうと、結構なね、タイトな狭い範囲を走らなきゃいけないですね。だからその間、リズミカルにトップターン、ボトムターン、上下に繰り返さないといけない。結構小波ほどね、ちょっと慌ただしいかな。でもね、これスピードつける、速いセクションを抜けるのは必須になるんで、よく学んでいきましょう。まずアップス&ダウンのアップはね、これ上に上がってます。多少波側に荷重して、これ体重移動で上に上げてる。で、今度下り、下りもこれトップターンと同じなんだけど、切り返して波のフェイスの下方向を目指してボードを運ぶんですけど、この時注意しなきゃいけないのが、アップよりね、アップスダウンってね、下りがすごい重要なの。下りがなぜ重要かっていうと、下りの荷重で自分の体重をボードに伝えることによって加速させる、これが非常に重要です。だからね、このアップの時上に上げます、これはもうボトムターンと一緒で、緩めのボトムターン、ロングターンのボトムターンと一緒で、今度ダウンの時なんですけど、まあ、これは切り返してトップターンで、波の進行方向のボトム側、フェイスの下方向に目指すんですけど、この時のウェイト荷重がすごいキーポイントで、ダウンの時に前荷重、サーフボードの前方に自分のウェイトを伝えてあげる、前足荷重で、ここがすごい重要になります。これね、ショートボーダーだとね、前足、後ろ足、バックフットとフロントフットの間で体重移動を完結するんで、しっかり前足に乗せていく。今度ね、ミッドレングスの場合は、まあ、ミッドレングスの回でも説明したんですけど、このね、スタンスの移動によって前荷重加速していきます。じゃあ、このウェイトコントロールだよね、違いはね。ショートボーダーはターンスタンスのまま、抵抗した
時のターンスタンスのままでスタンスの範囲内で荷重していく。でミッドレングスは逆にスタンスを揃えます。後ろ足を前に寄せますっていうと前に自分のウエイトが乗ってるってことなんで前荷重だから、ショートボーダーの方が、荷重が忙しいかな。それではですね、NG パターン、やっちゃダメなパターンの解説で、よくねショートボーダーね、これね本当海で見かける人多いかな。まず1個、ただねパタ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 こう叩いてるだけ。いないですか、あなたはそうじゃないですか、心当たりありませんか。ただ叩くだけと思ってる人がいるんですけど、これただ叩いてたら加速しません。これはねボトムターン、最初に言ったんですけどボトムターンとトップターンの繰り返し、ね、それが細かくなってるっていうことなんで、必ずねこう上方向に上がる、下方向に下げる、こういうウェイト、荷重によってボードをコントロールしてるってことね。ターンですよね。だからただこうねテール踏んでノーズはたいてるだけじゃこれ加速しないんですよね。必ずウェイトコントロール、しかもリズミカルなウェイトコントロールで加速してる。パンパンやってる人は基本に戻ってボトムターン、トップターン見直して練習した方が近道かな。ね、ここ一つ注意してください。パンパンしない。はたかない。で、あとね、こうスケートボードのチクタクみたいな、このパンパンプラス左右にこうはたく人。やってないですか、あなた。ね、心当たりあるんじゃない、その人も多い。テール荷重でただ叩くだけはなしね。しっかりしたウエイトコントロール学びましょう。だからね、叩いてる人とかこうノーズ振り、ただ振り回してる人ってね、ボトムターン、トップターンができてない可能性大です。注意してもう一回再度ね、ちょっとねボトムターン、トップターン、基本的な動作を見直しましょう。まあ、NG パターン2つ目、これはねただ屈伸してる人、サーフボードの上でただしゃがんだり伸びたり、しゃがんだり伸びたり、これもねスピードつきません。あのねラインをね、先ほども言ったけどトップ側に持ってく、ボトム側フェイスの下方向に下げるをしないといけないんで、ただその場で屈伸してるとね、その場でウエイトが入る抜ける、入る抜けるの繰り返しでラインコントロールされてません。だからしっかりウエイト荷重で上にサーフボードを運ぶ、下にサーフボードを落とすを心がけてください。で3つ目、まあこれショートボーダーで多いんだけどね、手だけぶん回した人ね、上手い人見てるとね手はね回してますよ。でもねこれね、ボトムターン、トップターン、細かいボトムターン、トップターンを繰り返す上でのウエイトコントロールによってこう上半身がこうなってますね。本当に細かい動きなんで、これをね荷重しないでただね手だけ分回してもこれ全く加速しません。これ非常に注意で、あとね、まあ4つ目強いてあげるとすれば、リクトレでスケートボードを使ってる方、これね前のトラックグニャグニャのホニャララっていうスケートボード使ってる人よく多いね。つま先踏む、かかと側踏む、これだけで荷重してる人、これねサーフボードね、つま先踏みます、かかとにウエイト乗せます、これだけじゃねしっかりしたターンできません。必ず体重移動でサーフボードをコントロールしなきゃいけない。多分ねこのね、3つ4つ4項目 NG パターン心当たりある人多いんじゃないかな。だからサーフボードを加速しない、スピードつけられないって人はね、ここ要チェックね、ちょっと見直しましょう。で改善方法としてはボトムターン、トップターンちょっと見直して、しっかりできてるかどうかでね、例えばできてない人でサーフボードが必要以上に動きすぎちゃうって人いると思う。そういう人はちょっと、ミッドレングスとか、ショートボードでもちょっと長めのちょっと動かしづらいのとかってね、必ずウエイト、自分の体重でサーフボードを上方向に持ってたりボトム方向に持っていくとか、コントロールするっていうことを、体重でやるってことをちょっと見直して練習するといいと思います。はい、それでは今回の動画は以上、今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンください、チャンネル登録をおすすめ
見れない方はね、ぜひ下のチャンネル登録ボタンポチッとお願いします。リアルレッスンもね受け付けてますけどね、今非常におかげさまで混んでます。予約1ヶ月2ヶ月ぐらい待ちかな、先しか予約取れない状況です。ありがとうございます。今後もね皆さんのサーフィン上達に役立つ情報、テクニックやり方なんかをね解説していきたいと思うんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあ早い波をスピードつけていってらっしゃい。